Hi everyone! こんにちは、みなさん。で、フレンチトーストを作るのはとっても楽しいですので、今日は美味しいハムとチーズが入ったフレンチトーストを作りたいと思います。で、これはチーズサンドっぽいのフレンチトーストで、お腹が減った朝や友達がいる時にぴったりのレシピです。それでは始めましょう。で、まず角パンの間に切り目を入れ、ポケットを作る。このポケットにチーズとハムを入れる。で、必ず入れすぎなくてパンをちぎってしまわないように注意してね。で、大きなボウルで卵、牛乳、ナツメグと塩を混ぜる。パンをボウルに入れ、パンを7分浸し、ひっくり返してさらに7分浸す。バターを塗ったフライパンを中火にする。パンを加え、各面に焼き色がつくまで焼く。で、これは3から4分かかります。火を止め、蓋をし、フレンチトーストを5分蒸すと完成です。で、ご視聴いただきありがとうございました。明日は朝ごはんのテーマウィークの最後の日ですので、手作りのシリアルを作りたいと思います。可愛くて美味しいですので、ぜひうさぎかたちの登録するためのボタンを押してくださいね。で、皆さんが大好きで、明日でね。バイバイ。